はい、どうも皆さん、こんにちは、手袋です。今日はリミアになるんですけども、まあ、じゃサメデッキですね。ベースサメデッキになってまして、ちょっと使いたいカードとしては、この、過去と未来の剣ですね。そういえば使ったことなかったなっていうところで、ちょっと入れてみました。これ、装備してるやつ、青黒プロテクションついた上で22修正。で、そのため、装備してるやつが戦闘ダメージ与えると、墓地に、諜報2を行った上で墓地にある、2マナ以下の陰槍をタダで取られるっていう感じになってます。なので、この喉首とか、勅令とか、切り崩しとか、脅迫とか、摂取とかも入れてますけど、あとルーティング系と、岩式の収集ですね。っていう、この辺りを唱えて、どんどんある取っていきたいなっていう感じになってます。ちょっとクリーチャーの数をちょっとどうしようかなって思ったんですけど、でもちょっとサメだけだとさすがに心もとないんで、本当は陰槍もっと多めの方が、除去とかもっと多めの方がいいのかなっていうのはあるんですけど、一旦これで回してみようかなというところですね。で、プレーンズウォーカーは貝と4マナの3、4マナと3マナの貝と1枚、あ、えっと、2枚ずつ入ってるという感じです。はい。なので、サメ出した上でね、サメは飛行ついてるから、24でこれで装備したら46になった上で、ちょっとずつ殴りながら、墓地の呪文も唱えていこうみたいな感じの方針でですね。はい。そうですね。ちょっと伝説の剣自分も使ったことないんで、どんな感じなのか、これ結構3マナで装備2マナだから、その瞬間から動き出そうと思ったら5マナぐらいいるんで、結構、ミッドレンジ寄りというか、結構後半になるのかなというところではありますが、はい。やっていきたいと思います。それでは対戦よろしくお願いいたします。はい。赤段かな。正解だったね。摂取で反動を減らしに行こうか。もうちょっとこいつのために取っときたいとかいうのはちょっともうないからな。なんか引いたか？引いてはおらん。とりあえず出すけど土地多すぎな。出すけどさ。殴ってきたらなんか持ってる。何も持ってないね。いいでしょう。はい。出せるのがでかい。とりあえずね。うわー、危な。危なすぎだろ。で、これ出してくるかな。出してこない。危なすぎー。はい。クリーチャー出すだけ出す。当然殴らん。やっとくか、これ。ちょっとー。大事故やん、大事故。はい。はいはい。じゃあ、こうしよっか。
ターンもらう。なんか別妙に違うな。2体出ることはいいことなんだけど。殴るか。クマン。もうやっとくかこれ。稲妻だけ。え？間違えてる。そんな間違い方ある。いや土地いつまで引いとんねんマジで。いい加減せよ。結構なってるじゃん、もう。なんでやねん。なんで？あ、そういうことか。はい。違うんだな。一向に攻めれないんだが。陰層そんな入ってないか。結構入れてるぞ。さっきと同じパターンかな。なるほど。このタイミングでやっちゃうってことは何もないんだ。ああ、でも1万余ってんのか。これ引かしちゃうのはちょっと良くないかもしんないけど。ああ、それはそれでナイス。ああ、土地無理なんかこれ。ああ、これアーチファクトなんか。うぜえな。あ、でもこのターン耐えればいけるからいっか。2体出て次4が2体出るからまあいいでしょう。これ殴る必要なかったような気がするけど、若干これで終わりかな。さすがにで接し出しときゃいいっしょ。はい。一回戻して、で、下ろしとくか。爆発液をいって、終わり。さすがに大丈夫だろう。まあ、相手ちょっと。サメ撃つのプレミしてたけど。さすがに、でも冷えなき洗いとか持ってんのはちょっと危ないね。本体。はい。稲妻。で、生きてるかな。で、これ出して。これ出して。あ、まあ、こっち出してもよかったのか。まあ、いっか。で、ターンもらって。出して。
まあ、さすがに全員殴りで終わりかな。よいしょ。はい。で、一応カード引いといて。どっち？Sometimes the winning move is to sit and watch.乗りますか。白。人間かな。あ、エンチャか。まあ、無常の神から出していくやつね。あ、そっちね。はいはい。あ、そうですね。このターンは一旦いっか。何捨てようか。俺と、あ、これだけでいいんか。はい。はい、2個出されたらこれめっちゃ強くなっちゃうから先にで出しといて終了。ハンドルをして、はい、で帳簿先でこれつけると、ワンドローつえ。まあでもこれもこっちも一応バフが乗せれる感じだからそれはありがたいんだが、こっちか来ないでほしいな。エリクス、はい、横に伸ばしていく。はい、あ、コツがあるな、これ。これはでもちょっと、ケイリクスに乗せられる前に切り崩しでケイリクスやりたいですね。これ使って。こっちか。はい。で、帳簿先の方を。で、うん、乗りすぎ。努力しない。んでですよ。絶対唱えて、三三出てくる、装備する、ぶん殴って。ダメージ削れちゃうけど、これ置く。ああ、これはあったよね。1枚ね、1枚あるんだよね。はいはい、1枚あるから、まあ切り崩し先あった方がいいか。ボディーで
して切り崩しを刑事室に唱える。で11が出てくる。まあ、一旦ね。はいはい。まあ当然ぶん殴り。まあ、バウンスと切り崩し構えとくか、両方。いや、ちょっと待ってよ。いや、違うな。殴るだな。とりあえず殴って、これって、終了ステップにエンチャントが離れてた場合、そうだよね。はいはい。の前に、これやっといて、はいってやってで殴ってもう一丁切り崩し使いましょうと。ああなるほど、それはありがたいかも。うん、一旦これもう落としていっか。ああこうしとこうか。引いたらこれのろ組2回使えるから。でこれやっといてまた出して、っていうのができると。でターンを、あこれはまだ、あ出せるんか。出しとく ?3 マナ2マナ、うん出しとくか。うん。いや、これでいいよ。無常の紙出して、なんもなさそうね。これと、これ起動して、お、いいで、どうブロックしようかな。これ落としとく？はい。お、なんかある。まさかタイバー？タイバーってあれか。穴をね。だが、これまずやっといて、出しておく。おいで、これ殴って、で、これはもういらない。で、サメだけ回収するか。で、のど首を、まあ、こっちに打つか。うん、マックス次できても、これ、3ぐらいまでしか多分できない。オーケー。だいぶ追い込んだぞ。うわぁ、危な。危ないの引き寄せな。はい。これ出して。危ない。いや、まあでも、うまく剣が回って、よかったっすね。はい。まあまあまあ、これがちょっと早めに出てこなくて、助かった部分はありましたが、まあ、助教をね、うまく使い回せたんで、よかったのかなと思います。ちょっとやっぱクリーチャーとのバランス、なんか難しいなって思いましたけどね。ちょっとクリーチャー結構やっぱ多いし、なんか、もっとルーティング、まあまあ入れてるんだけど、帳簿先とか、これとか、これがいらないかな。これをもうちょっとなんか、ルーティング系の印象とかに回した方が、あるいは除去に回した方がいいかなと思った。あとこれがちょっと引きすぎかな。3枚しか入れてないけど。
全部引いちゃったから。まあそっち偏っちゃうとちょっとめんどくさいなっていうのはありましたね。はい。で、まあ相手が、なおかつ青黒とかだったら、なおのことぶっ刺さるって感じか。はい。まあエンチャントレスにも勝ててよかったかなというところでございます。はい。まあサメと結構やっぱ相性いいのかなっていう気はするんで、はい。よかったら皆さんも試してみてください。そんなとこですかね。動画が面白かった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。